さあ、あのー、あの、俳優としてもね、あの、ますます、こう、ご活躍されてたわけですけれども、歌手としても、あの、様々な、あの、トライをその後、はい、進めていくことになります。うん、90年代に入っていくと、ムーンライダーズの鈴木圭一さんですとか、はい、スウェーデンの音楽プロデューサーのトーレ・ヨハンソンさんと音楽の制作に、ええー、入っていくということなんですね。はい、この、あの、お二人とのお仕事を、こう、 進めていったこれは音楽活動の中では、はい、あのそれまでとはちょっと違う時期になりました20代半ば以降です、ね、は,いはまあ、それまで女優のイメージと音楽のイメージが割と近い中でやってて、うんはい、で,でもだんだんと自分自身は変化を人として、はい、女性として変化もしていく中で、うん、あのなんていうのかなそういうイメージと 別に私の声だけを、まあ、感じ取って音作りをしてもらえると、はい、デビューするような気持ちで今までのなんかイメージを一旦置いて音楽作れないかなっていう、えー、なんとなくそういう思いはあってデビューするような思いだからあじゃあ原田さんの曲だからずっと買ってるし買うよっていうファンの方はもちろんありがたくて、はい、でもなんかそれ知らなくて「あこの曲いいな」って っって言ってて言音楽を聞いてくれるような、はい、なんかそういう音を作っていけたらいいのにって思っていて<ー>でだからそうデビューのようなって今表現をしたんですけど、うん、<laughs> それで、まあ、鈴木啓一さんと別のお仕事でお会いした時に、はい、きっとこの方だったら、うん、何にもとらわれずやってくださるんじゃないかと思って、えー、それで啓一さんにお願いをしてアルバムを2枚作って、はい、とてもいい。 自分にとっての音楽のベーシックな部分を学ぶこともできたしうん、うん、作り上げてもらってうん、うん、でその後トーレ・ヨハンソンさんに会って、はいまあ、それこそトーレさんは全く私のこと知らない人で圭、ねね、さんと作ったアルバムを送って「はい、あオッケーって帰ってきたので、うん、だからもうあのキャラクターとか全く知らない中で曲を書いてくださったりして。うん アレンジすべてやってくださったので、はい、また全然違う自分の新しい扉が開けて、うんうん、またその新しくトーレさんとやった曲が、はい、すごく各地のラジオ局ですごいかかることになって<ー>それによって、うん、当時まあ大学生だったぐらいの、はい、若い世代の人が、うん、ライブとか来てくれるようになったんですよ。<ー>なのののでままたた音楽だけのファンの人があ生まれたすごい まあその時期がきっかけになってつの女優と歌手の仕事が分かれていく時期というか<ー>、うん、このと今思うと思いますすごい分岐点なんですねここええ大きな分岐点になったと思いますう、うん、あのトーレ・ヨハンソンさんのプロデュースできますと1996年のクローバー、はい、それから1997年のアイクドゥ・ビーフリー それから1998年のブルーオレンジ。はい、この3作。そうですね。ということですね。そ,すねそのうちのー97年の I Could Be Free。はい、こちらに収録されているロマンスをまずはお聞きいただきます。はいはい、アルバム I Could Be Free からロマンスをお聞きいただきました。原田さん、この I Could Be Free というアルバムは原田さんが全曲のこの作詞を担当されたということなんですよね。そうですね。えー これあのもともと圭一さんとアルバム作ってた時に、はい、あの鈴木圭一さんと一緒にまあ数曲振りか分けて自分も書いて圭一さんとか他の方にも書いてもらってた。うんうん、だけどこのアルバムになって全部東レオ・ハンソンさん周りの方が曲を書いてくれたので、はい、ってことは「詩、えー、はどうしたらいいんだろう?」ってなって、えー、じゃあ、えー、と書いてみたらどうっていう。 アドバイスを受けて<ー>でじゃあちょっとできるところまで <laughs> 書いてみますって言って、はい、1>, 1枚のアルバムにな,なんとかできたってことですかね。えー、うん、そうか曲は届いたけれどもうん、うん、何か作らなきゃいけないってことになって、はい、書き始めたら結構曲からこういろんな発想ができるとか、はい、イメージが膨らみやすい曲が多かったので。うんうんうん なんとかかけたということですかね。いや、なんとかかけたって簡単によ、いや、うん、いや、無理ですよ。そんな。すぐにって、よくできましたね。はい、だから、喜一さんと、まあ、やってた時に、その。はい、あの、喜一さんがつく、詩を作られることとかも見てましたし、<ー>自分でもちょっと書いて、うん、そのすごく。勉強にもなっていたんですね。<ー>なんか詩、詩やっぱ歌の歌詞と、うん、メロディーがあったり、リ質ムがあったりするので。はいはいうん ちょっとパズル的な言葉遊びみたいなのもあるし、うん、あのそういったことを学べたっていうのはありますね。ああベス,トスーがあってということですね。あのオレイ・ヨハンソンさんとの,あのアルバムはスウェーデンでレコーディングしてらっしゃった、はいはい、日本とこう何か違いとかこういうの面白いなと思ったとか、うん、た全然違いました<う>当時私普通のスタジオ、ええ、割と綺麗な日本だとスタジオでやっていてで サンバリスタジオっていうトーレさんが他のミュージシャンと共に、うん、あの共同で作ってるスタジオがあって、はい、そこでカーディガンズの音楽が生まれていて、えー、ででそこでしか取れない音があるだろうということで行、まあ、ったんですけど迎えに来てくれた人もそのミュージシャンの人で,、はい、で行ったらトーレさんも会ってて、えー、そこに運営されてるのって全員がミュージシャンなんですよ。だ、はい、だからなんだろう、 サークルじゃなくて集まって、<laughs> だから、事務的なことも全部自分たちでやって、はい、アットホームな場所<ー>で、お酒とか、<ー>なんかいろんな、あの、キッチンがあって、みんなが食べた後とかって、<laughs> だから、割とこう、 東京だともっとスタジオに行くとスタジオの人がいて、はいね、みたいな感じだったのが。うん、役割も全部てて分かれていて、分かれててプロがそれぞれいてみたいな。呼ばれてくるけど、うんはい、向こうだと、じゃフルート入れるって言ったら、あ、ジムやってたあ、来て。あ、じゃあ弾くね。つって弾いて <laughs> で。他のバイトもやってたり、自由で <laughs>、うん、音楽と生活がとてもこう、まあ仕事と、すごく近くにあって、みんながこう、楽しみながら趣味のように、うん、 やってるように見えたんまあ、その中から、まあ、世界的なヒットを飛ばしていく、はいうん、行ってらっしゃるんだけれども中は至ってすごくアットホームなでよくパーティーとかやってたりとかだから自由でいいなって思いましたしうんなんか飲んでる最中、まあ、遊んでる時に「はい、あのフレーズ入れとこみたいな <laughs> すぐそこにできるわけで。 うん何時から何時までスタジオを借りてみたいなのと違う自由な流れ、うん、時間もともにそれがすごくいいなって、うん、すごくリラックスもできましたし音楽にも、うん、そこはやっぱりこう大きな影響があるなって感じますそのスタジオの雰囲気っていうのはありますねあ,<ー>あとやはりトーレさんのミックスっていうか、うん、声の作り方とか「あ,あそこ」でしか多分 再現できない雰囲気っていうか。あ<ー>まあ空気というの、音まで入るようななんて、なんとも言えないですけど。あの演じた役が作詞に影響することはあるのかという。あの。あ,<ー>質問があるんですけど。これ。どう、どうです。ありますありました。うん、うん、あのー。レコーディングする前に芝居とかやってると。はい、その時の。役の。 何かが残ってるんですね<ー>でそのまま歌の仕事に入って詞を書くと、はい、なんかそのなんか感情みたいなのがやっぱ出てくるものですねあのさっき俳優としてのお仕事と音楽としてのお仕事がこう2つにこう分かれていったような時期でもあるっておっしゃってましたけれどもそれがこう融合するっていうかお互いにこう影響し合う時っていうのもあったわけですか、はい、やっっぱり自然とと仕事が繋がっているとうん、うん そんなインスパンと役が終わって、はい、うんなんか感情のどこかに残っている意識、えー、の中に残ってるから、はい、それがにじみ出てきてしまうんじゃないんですかねそうなんですね。はい、さああのー、そのトーレ・ヨハンソンさんのおプロデュース、うん、で、えー、こちらも作詞原田さん、はい、もう一曲お聴きいただきたいと思います、はい、こちら1997年の曲です。シンシア シンシアお聞ききいたただきましたこれ原田さんの40歳の節目の時のアルバムでも歌ってらっしゃってて、うんはい、で今年3月の「フルートフル・デイズ」でも新たなリメイクバージョンとして歌ってらっしゃるなんかこう節目節目でお題になるのは何かこう気持ちがあるんですかまずはやっぱりファンの方の中でこの曲を好きだと言ってくださる方が多いので、うん。はい やはり節目には歌うっていうのもあるし自分自身もとても大好きな曲なので、ええ、ライブでもよく歌っていますのではい多いですね、うん、素敵な曲ですよねーま,すまたそのこうちょっとずつ声とかも,ねう,ねもうね変化していらっしゃいますよねうん、うん、そうベストアルバムとかを聞くと自分の変化がものすごくよく分かって面白かったですね、ええ、あー面白かったが一番あ だからこうそういう,こう変化をこうやって音に残してもらえてるってなな、はい、なんん幸せな仕事なんだろうと思いました、うん、さあどんどん音楽活動の幅広がっていきます、はい、その後も、えー、2007年には高橋幸宏さんとのバンド「ピューパ。 に加入されたということなんですね。はい、えっと六人のメンバーということで、はい、高橋慶弘さん高野弘之さん、えー、高田蓮さん堀江弘久さ,さんそれから権藤智彦さん、はい、さらにそこに原田智雄さんということですが、はい、このバンドでの音楽活動っていうのはまたこれ新しい形にトライされた。私はまあこういう十代から仕事もやっていてなかなかバンドっていうのは多分。 経験できないのかなと思っていた中、はいまあ、高橋幸宏さんからあの今度新しいバンドを作ろうと思ってるけど「友よちゃんよかったら一緒に参加しない?」っていうお誘いを受けて、えー、でものすごく嬉しくて、はい、うわとうとうバンドまでやれる時が来たと。 すごい豪華だなと思って最初はちょっと自分に何ができるんだろうってちょっと緊張もしていたんですけど、はい、入ってみるとやはりもう皆さん自分の世界をもう築いてらっしゃる方なので、はい、この「ピューパー」っていうところはどちらかというとみんなが集まって楽しんで作り上げる、はいうん、仕事なんだけれども、えー、ちょっと部活じゃないけど、はい、なんかそういうこう。 うん集まるの楽しみみたいなその中でいろんな実験して何ができるかやってみようかみたいな,、えー、なんかそういう大人の遊び場みたたいなな雰囲気でしたねんか今のお話聞いてるとあのトーレ・ヨハンソンさんとのスウェーデンでの思い出となんか近いものも、うん、そ,うそうですよねだ、うん、からより今私やってるレコーディングもなんかトーレさんたちとちょっと近くなってきたというか、はい、音楽が 生活となんか近くなったっていうか、えー、仕事だけど楽しめるようになっては来ているんですけど、えー、まあピューパーもそうでしたよねそうですか、うん、そして2009年には今度はアイスランドでレコーディングしたアルバムエイア、はい、こちらが発表となりました、はい、プロデュースがこちらギタリスト作曲家でもあります伊藤五郎さんということ今度はアイスランドですかそうですね、うん、まあ五郎さんとはこの前ぐらいから やはりまあ始めているんですけどレコーディングしてアルバム作りながら、はい、じゃあ次どうしましょうかって言って、うん、でたまたまそのアイスランドといえば美クだったりえっ、ー、とシガロスとかマームとか、はいはい、まあ本当たくさんの今ももっともっとあの世界的に有名なアーティストがいらっしゃるんだけど何、うん、か独自の空気感を皆さん持っていて、はい、で同じ島国で,、はい、でどんな場所だろうっていう。うん 行っっててみたいね伊藤五郎さんもすごく気になってるアーティストの方がいて彼のスタジオ行ってみたいっていうのもあってそれで行ったんですね。あこれ「エイヤ」っていうのは島っていう意味なんですねアイスランド語でもうまさにアルバム名ももうアイスランド語にしてそうですね同じ島国ということでそのアルバムから一曲お届けします。フファァイインン 聞ききいたただきましたあの原田さん15年にもわたって、えー、原田さんの音楽活動のパートナーを務めてるのがそのギタリスト作曲家の伊藤五郎さんということなんですが伊藤さんんはどんな方ですかまず私の声を本当に生かすことをまず第一に考えて音楽を音作りを始める方で、はい、そういう意味でいくと。 私ベスト版を聴き返して思ったんですけど、はい、トーレー・ファンソンさん圭一、うん、さんも同じで、はい、あの音楽性は皆さん全然違うんだけど多分私以上に私の声を理解して<ー>なんか作ってくれる人たちなんだなっていうのを、はい、作品を聴いて改めてそう思っていてうん、うん、でこんなに長く孫郎さんともやってくれると思ってなかったんですけど、はい、毎作毎作。 新しいことをやってきた感じがして、はい、であの互いに別の仕事をずっと忙しくやって、ええ、1> まあ1年1とかもっと相手が合流するんですけど、はい、そうするとあのもうなんかそれぞれに変化してる、はい、でその変化した状態でまた新しいことを始めるので、うん、なんか 飽きないいっていうか例えば一ついい結果ができても同じことはやらないからこんな長く続けてこれたのかなって思ったりしてうんあのすごくギタリストとしてはもちろんなんですけど、はい、五郎さんのアレンジとか編曲が毎、まあ、回私は素晴らしいし、うん、あのどういうものになるか楽しみで。 えー、なので、歌うのが楽しいですね。一緒にやってて。共にこう変化していくから、次どうなるんだろうっていう楽しみもて。そうですね。だから、良かったんじゃないんですかね。あの、伊藤五郎さんとはね、あの、音読っていう歌と朗読のイベントもやってらっしゃるんですよね。ああそう,そう、うん、これどうして始めたんですか。<laughs> これね、確か三十周年の時かな。はい、その時もやっぱりファンの人にお返し,したいなと思って。はい、で、やっぱり直接女優の仕事だと会うことが。 ねはい、少ないわけで<ー>そしたらこちらから歌を届けに行こうと思ったわけですほうほうと同時にちょっと女優の部分も感じてもらえるように朗読もやってみようみたいな<ー>で歌と朗読をやって、はい、でしかも五郎さんと二人でだったら、うん、じゃあキンキンでこうホールとかだとだいぶ前から予約をしないと <laughs>、はい、無理だけど二<ー>人でやれば。 なんか呼んでもらったらすぐ行くみたいなうそういうことできるかなと思って<ー>でいろいろもありましたすごい楽しかったです「はあ、アルファベットで、ON、ってて書いて音読」うん、音読っていうの名前命名して、うん、だからなんだろうキスカフェとか美術館とか、はい、旅館とかあほん当いろんなところでやりました <laughs> 酒蔵とか<ー>各地の素敵な場所に行ってでもう 50人ぐらいいしか入れないもっと少ないとこもあったし、はいえー、もう少し広いとこも基本は小さなとこなんですよ、うんうん、なのでファンの方も「まあ音読行ってついでにちょっと旅して」とか「はい、楽しかったです」なんておっしゃってくれる人もいて、えー、私たちも「あそこのあれが食べてみたいからこの地域でどっかいいとこないかな」とかいう <laughs> そういう感じでさ「なんかいいとこあったら教えてください」とかえそうなんあの いいですね。なんか、こ、この活動もまたアットホームですね。アットホームだね。めち<え>ゃめちゃ、本当、全部自分たちでやってたから。はい、行ってみてから、照明をもう少しこうしましょうかとか、椅子この位置にしましょうかとか、全部やってたんです。原田さんがその調整してるんです。そうです。東京から行くの私、私ころさん含めて、三人で行って。<laughs> それで、現場で、いろいろ助けてくれる、ピエ<ー>の方とか、もちろん来てくれるけど。 朗読ってどうですか?。朗読は。十年続けていらっしゃるんですもんね。まあ、これは不定期なんですけど。楽しいですね。しかも。この。五郎さん。二人で、まあ。読む本を決めて。はい、で、この。部分で。一回ちょっと。間を組んで。即興で五郎さん弾くんですよね。<laughs> だから、ちょっと歌。と。 混ざってるみたいな<ー>歌わないんだけど、はいえー、五郎さんの聞きながらタイミングを計りながら二人でやっていく浸透とした中での朗読じゃないのでいろんな番組のナレーションなども、ね、担当されてますけどナレーションとかその言葉でこう伝えるっていうお仕事はお好きですか 好きですよね。うん、特にドキュメンタリーとかやらせていただくと、うんはい、なんかナレーションって一番最後に入れる作業だったりして、はいえー、でそのやっぱり声のトーンとか語り方とか、うん、間とか、はい、そういうもので大きく変わったりもするので、うん、すごく責任重大なんですけど、えー、やっぱりいいドキュメンタリーの話。うん を見せていたたただけりり出会えたりすると、ええとてもやりがいがあるしあ<ー>また芝居ともうちょっと違う<ー>いい作品に出会えるっていうそこは俳優と一緒かな共同一緒に参加できるっていうことの楽しさですかね、はい、声だけなんだけどまたとっても聞きやすい声なんですよね。すごく落ち着いて聞ける お声だなぁというふうに<ー>、えー、いつも思っておりました。さあ、そして、2011年。はい、今度は NHK の連続テレビ小説、お日様、主人公のお母さん役。ということで、出演することになりました。あの、音楽の活動も、ま、あこの頃もね、ずっと続けてらっしゃって、それこそ音読もあったりとかして、はいはい、そういうお仕事もあると。で、演技するお仕事もあると。こう、 いろんなお仕事バランスの取り方っていうか向き合い方とかっていうのは何か原田さんはこう考えていたことってのはあるんですか、うん、あの俳優の仕事は、はい、基本的にその待つ仕事で、ええ、いつどんな作品と会えるかわからないので、うんはい、予定が立てられないですよね。<ー>なののででいいつもも面白いものにえた時にたは、はい パンと入れるような心づもりだけは持っっててておこうと思っていてただ音楽はある程度じゃあ来年このツアーやりましょうとかそ少しあの自分の方でこうイメージができるものなのでうんそうですね今はどうなんだろうどっちかっていうと音楽の方が伊藤五郎さんとずっと長くやってきてるっていうのもあるし女優業ってほら毎回毎回。 集まって解散したらもうう二度と会わなないいじゃないですかうん、うん、そうですねスタッフも俳優さんたちも。だけど音楽と同じスタッフの方々とずっとやってきたので、はい、なんとなくホッとする場所に今なっているんだなっていう気がしていて、はい、ちょっとベースに近くは気持ちの上でですよ、ね。はい、で言うと作りつ何か一つのことをやり続けるっていうのを共にやってくださってる人がいるっていう場所になりましたね。 同じ仲間とそれから自分のペースでもできるのが音楽の仕事そうです、ね、ということ、はいはあ。原田さんってお友達多いんですか。私は浅く広くがちょっと苦手で、ええ、なんか少なく長くゆっくり付き合いたい人です。<laughs> なるほど。うん、ずっとこう深く長く深くというかまあもう大人になってくるとねうん、うん、みんなそれぞれの会うことはないんだけど、はい、なんか気持ちの上で。うんうん つながってる友達がとか思ってる人がスにいれば、私全然大丈夫であんまり社交的なタイプではそうでもほとどないです。あそうですか。うん。ちょっと意外でした。なんかいろんな活動されてるから。うんあ、ないです。<ー>うん、さあ、えー、今年歌手デビュー40周年を迎えた原田知世さん。はいうん ますますこの後も、あの、精力的に活動されていくということで、えー、先ほどからもね、ご紹介してますが、今年3月には40周年記念アルバムのフルートフルデイズこちらを発表しました。で、6月には40周年のアニバーサリーツアーも開催しました。そして、先月、えー、歌手キャリアの中から30曲を厳選したという初のオールタイムベストアルバム、原田智代の歌と音楽、 デビュー四十周年記念ベストアルバムを発表しました。いや立て続けに。ね、あの発表がありましたけれども、<laughs> はい、あの四十周年記念アルバム、まず、えー。フルートフルデイズですね、三月に、えー。出ましたけれども、こちらどんな作品になりましたか?。これはそうですね、まあ、周年っていうこともあって。あのこれまで、あの、すごくご縁の深い方々にも。 アーティストの方に参加していあとはそうですねセルフカバーも入れたりあとは世代のちょっと今までご一緒してなかった私より若い世代の方に参加していただいたり、はい、うん,うんまあ過去もなんか感じながら今これからを感じるような,、はい、なんかそういう記念のアルバムに仕上がったかなという気がしてます。はい ではそのフルートフルデイズから一曲をお届けします。バイオレット。